セクション J38 の21、安倍晋三第1次。で、この人は、2回首相やってるんですよね。で、私は安倍さん嫌いですけども、この人やっぱすごいなと思います。だって、2回総理大臣やろうとした人っていうのが、田中角栄と竹下。両方とも、キングメーカー、闇将軍って言われて、結局、2回目できなかったんですけども、安倍さん2回やりましたからね。で、かつ長期政権なので、学力はないかもしれませんけども、なんだろうな、なんでこんなにできたのかなって、僕の勉強不足もあるんですけど、ちょっと謎的なところがあって。憲政史上最長なんですよね。連続日数とか、在職日数とかカウントあるんですけども、安倍晋三が両方ともトップで、だから、これちょっとなかなかすごかったなっていうのがあります。彼、まず、岸信介の孫なんですね。世襲が強いんですよね。で、最近世襲議員が強い理由はなぜでしょうって。小選挙区制。小選挙区制になったっていう。小選挙区制になって、普通にやりましたが、細川内閣の時に選挙制度を大幅に変えて2大政党制にしようと。で、それに伴って、そのために中選挙から小選挙区制にしようということで、地盤がすごくちっちゃくなったわけですよね。その地盤をちゃんと持ってるか持ってないか、地盤をちゃんと整理してるか整備してないかっていうのが、大事になってきてと。で、あるからして、地方における小物が大物になっちゃうってことが起きるんですよね。おじいちゃんが岸信介。で、彼は清和会です。清和会っていうのは、テキスト、日本民主党の反吉田茂路線を起源に持つ派閥。そもそも話、鳩山一郎が戦犯扱いされて、公職追放になりました。その時に、しばらく預かりますっていうのが吉田茂で、で、その後帰ってくるんですよね。鳩山が。鳩山と吉田の違いが、まず、吉田は軽武装。鳩山はがっつり武装しましょうっていうのと、あと、憲法を変えたいっていうのは鳩山なんですよね。吉田は GHQ の時の首相ですから、憲法はそのままでってなるので、やっぱ鳩山の方が、鳩ではなく鷹なので、で、話元に戻して、この鳩山の流れを組むのが、清和会なんですよね。鳩山一郎と仲が良かったのが岸信介で、岸信介っていうのが東大法学部出身の吉田なんですけども、吉田は高級官僚的なんですけど、岸とは合わなかったんですよね。で、鳩山は当人派なんですけども、その岸はもちろん高級官僚なんですけども、鳩山の流れを組んでて、で、岸の後が福田赳夫で、福田赳夫はこの人も東大法学部出身でと。で、新兵を基調としながらも、改憲重武装。新兵を基調としながらっていうのが、例外はあって、例えば、福田赳夫の時に、日中平和友好条約結んでたりとかしますよね。清和会がすごく強かったんですよね。その、鳩山岸で、福田で、福田の後が、例えば、めちゃめちゃ人気が高かった小泉とかで、ここ最近力を持ってたってことですよね。逆に言うとこの時期竹下なんかが力を持ってないってことですよね。皆さん、森さんバカにしますけども、新規郎ってバカにしますけど、森さんは一応このラインですからね。福田派をバリバリ継承してて、小泉の親分ですからね、一応ね。森さんは安倍さん第一内閣の時に美しい国づくりをキャッチフレーズにしと。で、具体的には教育基本法を改正しと。で、教育基本法っていうのが結構でかい法律なんですよね。その基本法で全文があるんですよ。で、全文がある法律ってあんまりなくて、愛国心重視で道徳を学科にすると。道徳も学科だったんですよね、あなた方。そうですね。点数がつくんですよね。つきましたね。でも道徳受けたことないっす。受けたことない。宗教だったんです。ああ、なるほど。俺ってびっくりするんだけど、じゃあ例えばさ、道徳でさ、5段階評価で1とかされたらさ、お前は道徳心がないってこと。それは何、それ良心の自由に反しないの？日本国憲法の良心の自由に反するんじゃないかと僕は思うんですけど。僕は当時は何も疑問はなかったですね。ゴームだって喜んでた感じ、よくできましたってはぶられてやったっていう感じのだったんですけど、今考えたらなんかちょっとおぞましいです。おぞましい。なるほど。いやー、これはちょっと
たまげたんですよね。私は本当びっくりして、え、学科にするのっていう。学科っていうのはあの点数が出るとですよね。あの例えば最後の授業とか、あとああいうのを見せられて、あの自分の国の言葉って大事なんだなっていう思ったりしました。ビーブラスラーってアメル先生がやりますね。あれもあれ嘘ですからね。プロパガンダですからね。そもそもの話、アルザスの例のはもともとドイツ語を使ってますからね、日々ね。あれを道徳の教材にするというのはかなり歴史的に曲げてますからね。でも愛国心をじゃあなんで重視かって話なんですけども、そのちょっと構造的な話をすると、格差が出るとその愛国心でそこを埋めようとするんですよ。ちょっとすごい理論的な話になりますが、その愛国心っていうのがいつ生まれたかっていう、愛国心の発生はいつでしょう。こうフランス革命の時ですよね。今まではその王侯貴族が贅沢するために徴税機構と警察がありましたよと。でその王侯貴族を皆殺しにしてしまって平民だけの国を作りましたと。でこの平民だけの国を国民国家って言いますと。自分たちのための国家になったんだと。だから自分たちの愛する国家になったんだと。自分たちの愛する国家を命がけで守ろう国民軍なんですよね。でこれがいわゆる典型的な国民国家フランスっていう表現なんですよ。国民軍がむちゃくちゃ強くて、プロイセン、まあ、後のドイツがボロボロやられましたと。プロイセンは地主制国家で、じゃあフランスに対抗するために地主連中が自殺するまでそんなことはないわけですよね。なのでこの格差を縮小は一定程度するものの、この三角形は残さなきゃいけないと。で三角形がある状態で、つまり豊かさ貧しさがある状態で一体感を持つ方法は何かってなった場合、そこは教育とか文化だろうっていう話になるわけですよね。いうことで、まあ裏技、エセ国民国家が出来上がるわけですよ。その本当は平民国家じゃないのにも変わらず、貴族制地主制が残っているのにも変わらず愛国心を持とうっていう教育文化によってと。で大日本帝国も同じような社会構造、同じような地主がいて旧武士がいてっていう構造だったので、ドイツを模範としようということでドイツ帝国憲法とか文化面においてもまあいろいろパクってくるわけですよね。例えばそのドイツっていうのは古文教育が好きなんですよ。でなんで古文教育するかというと、我々のご先祖様はみたいな話をすると、その一体感ができるわけですよね。自分は歴史の延長線上にいると、で子孫にバトンを渡さなきゃいけないと。だからエリアス・オデュッセアをドイツの中学生はそらんじることができるんですけども、これを日本に持ってこようと思ってつれづれ草とかなんですけども、だからまあ古文教育自体がなんだろう、もともと国民国家形成のためなんですよね。ちょっと話それましたけど、あとまあ一番上がりそうなのは小学校ですよね。小学校を整備して言語を統一すると、国語をしっかり固めていくということで国民国家ができると。話元に戻して、その格差が出てくるわけですよ。例えばまあこの安倍さんの時だけじゃないですけども、その中曽根政権の時から竹下政権の時から小泉政権の時から格差がすごく大きくなっていくわけですよね。でその格差をどうやってこう、格差がある中でどうやって安定化させようかと、金持ちが金持ちであるためどうやってやっていこうかっていうのが愛国心なんですよね。中曽根の時にその行政改革やって競争原理を一定程度入れていきますよね。で竹下が大きくて、え、なんで竹下で格差社会になりますか。竹下内閣といえば消費税ですね。消費税が始まったんですよ。で消費税は格差を拡大させます。逆進性が強いから、逆進性が強いから貧乏になればなるほど税率上がっていくと。まあ僕の感想ですけども、安倍さんが美しい国を作りたいって言ってるけども、国家観が違うんですよね。国の見方が、その金持ちは国が大好きなんですよ。だって金持ちの財産を守ってくれるのが国だから。ところが自分も含め貧しい人たちっていうのは基本的にそのお金に困ってる人々なんですね。でそのお金を回していく中核にいるのがその国家なんですよね。回していくのは具体的には例えば徴税という形で取り上げたりとか。大概その愛国心を声高に叫ぶやつは基本的に右ですね。左側でも愛国心を叫ぶ場合もありますけどね、パリコミューンとか中華人民共和国とかそうですよね。
今のトランプがずっとアメリカファーストっていうのも、あ、まあ、それはまあ似てるかもね。だから安倍さんをちょっと擁護しておくと、安倍さん確かにまあ金持ちのボンボンなんだけども、この人はある程度左派的な思想を持ってて、例えば働き方改革とかで一定程度貧乏人に配慮するっていうのはあるかなと思う。だから一緒に住んなって言われるかもしれませんけども、まあおそらく国家社会主義、だからヒトラーね、ボナパルティズム、右から左まで幅が広い。ボナパルティズムは国家社会主義ですね。ダイレクトに国家社会主義というと、狭い意味の国家社会主義というとナチスになるんですけども、ヒトラーになるんですけども、ナポレオン三世も広く見れば国家社会主義ですね。国家社会主義説明しておくと、ピラミッドがある程度あります、で上と下は基本的に仲悪いけど、それを仲良くするために、例えば社会主義的な政策をして上から下にお金を配るとか、あるいはあと同じ規格で揃え、まあそのまあ、国民っていう規格で揃えるとかして仲良くさせる。OK、大体合ってる。まず国家っていうのがいつできたかというと、まあ、受験世界史ではね、マルクス史観では国家いつできましたか。国家というのは暴力装置と徴税機構でしょ。いつから税を取り始めましたか。高価文明から、とか養生食料が生まれて、19ページの右下ですね。19ページの右下に余剰食料が出てきて、農耕を始めて食い物が余って、じゃあその食い物をシステマチックに一部の連中に集めるものが税なんですよね。神殿にいる神官です。この神官の官は公務員って意味ですね。受験世界史においては公務員っていうのは搾取階級になります。まあいろいろお仕事は大変かもしれませんけども、国家っていうのがあって、で国家っていうのは受験世界史においては、マルクス史観においてはこれ収奪機構と考えるわけですよ。国家じゃ収奪機構だよと。でマルクス史観においては、左側に行かなきゃいけない、進まなきゃいけないと、まあ急に行くことを急進と言いますけども、左側に行くとこう平等になると。で平等っていうのは具体的に何かというと、その国家がない状態になるわけですよ。ゴールが無政府なんですよね。もう食べ物がいっぱい余ってて、誰かが誰かの食べ物を奪う必要はないよねと。生産力が超巨大化して取り上げる、分配する必要もないよね、みんな好きなだけ食べていいよっていうのが共産主義なんですね。無政府主義なんですね。生産手段を共有してる、生産手段共有してて、ほん でやっとここで国家社会主義の話なんだけども、国家社会主義っていうのは国家というものは残しておきます。つまり上が下を集奪するっていうのは残してます。ただその程度を一定程度和らげましょうと。つまり階級はありながら、もしくは身分制度がありながらも、それを一定程度緩めましょうっていうのが国家社会主義で、例えば天皇制を維持しながら社会主義をやると、国家社会主義ですよね。北一揆とかですね。じゃあその共産主義と近いんじゃないかというと、そうなんですよね。だから国家社会主義っていうのは共産主義一歩手前まで来てるんですよね。スターリンになり損ねたヒトラーみたいな感じですね。大日本帝国で末期だと、そう、大日本帝国末期だと、そう配給制、そう金持ちであっても60坪以上の家建てちゃダメですよ、贅沢は敵だっていうのが国家社会主義ですね。国家社会主義になると貨幣の役割は低下します。貨幣の役割を低下させます。貨幣の運動を抑制します。貨幣というとほったらかしとくと、お金はお金が好きで、お金のとこに集まってお金が回転していって、金持ちよりお金持ちになるので、故に貨幣の役割をちっちゃくして配給制とかにするっていうのが国家社会主義ですよね。話元に戻して、安倍さんっていうのが、その、まあ、確かにその、まあ、右の人なんですけども、一定程度あんまり労働者働かせんなみたいなこともやってるので、働き方改革とかもやってるので、単純なこう右ではないよって話ですね。まあボナパルティズムでしょうかね。確かにアベノマスクとかもあれも配給みたいなことですもん。アベノマスクも配給やね。アベノマスクは俺天才的だと思うんですけどね。だって何がそういうかというと、マスクが足りない、なんでかというと、みんながマスクの値段が上がってるからマスクを市場に出さないと、もっと値段が上がってから売ろうと思ってると。だから政府がマスクを配りますよっていうことを言えば、アピールすれば値段が下がるわけじゃん。アナウンス効果って。そう、アナウンス効果で。で、そのじゃあ目立たないかのわけじゃん。配るとしてもさ、こんなちっちゃいのとかさ使えんのとかさ、議論になったわけじゃん。あれが多分狙いでしょうね。あれ、確かにずっとニュースでやってましたもん、ね、ふざけてんのかとかさ、あれ使ってるの安倍さんだけだろうとかさ、
めちゃめちゃ言ってるけど、あれでさ、もうマスクが配給されるってなったから、マスクが市場に出たわけよ。そうですよ、確かアベノマスクの前って不織布マスク洗ってましたもん。そうだからアベノマスクっていうのはあれはきっかけなんだよね。供給、マスクを供給する、マスクを流通させるためにあえて使えないマスクを作るっていうね、この逆転の発想っていう。で、次言います。で、安倍晋三は、まあ、岸信介の孫 で、岸信介がやりたかった憲法改正にすごく執着する、執着というと怒られるんだけども、まあ、憲法改正したいと。で、具体的には改正手続きの法律を整備しますよと。で、それで18歳から投票可能になってと。で、18歳から投票可能になって、で、まあ、それに基づいていろんなものが18歳からって話になりますよね。まあ、民法とかも変わってきました。ちなみにこれなんで16じゃないのかっていう。ギリ戦争見てる。そう。もともとその選挙権、男子普通選挙が分かりやすいんですけど、男子普通選挙っていうのが大体20歳とかなんですよね。で、もしくは18とか。で、18っていうのが、まあ、18で戦に行かせるってどうなのって私は思いますけども、将来的に例えば日本が徴兵制になって、18から戦場に行けっていうことも、可能になるかなと思います。18歳から参政権持ってるんだからと。高3の先輩とか今ウキウキしてます。ああ、選挙行けるって。選挙権のね、拡大って戦争が絡むからどうなんかなと思うよね。いや、別に選挙権拡大すべきだと私は思いますよ。セクション J38-21 安倍晋三第一次終了です。